2024年1月3日、翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが、来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。それではですね、今日は皆さん13人で全部やるんですけど、守備位置と打順を決めてからキャッチボールに入っていきたいなと思うんですけど、今日初参加の方が4名ほどいらっしゃるので、守備位置決めたら自己紹介します。うん、ピッチャーで自己紹介をお願いします。田中です。田中さん、はい、内野手が本職ですけど、まあ、ピッチャーも高校野球卒業者という感じです。はい、お願いします。キャッチャー、はい、キャッチャーです。いつもピッチャーなさる投げてるんです。ちょっと待って、キャッチャーですっておかしくない？名前、ね、自己紹介だから。え、吉田です。吉田くんね。今日はいつもアンダースローでピッチャーやってるんですけど、キャッチャーやります。上から投げるように頑張ります。お願いします。そのキャッチャー、あ、ピッチャーです。お願いします。ちなみにファーストなんですけど、ファースト太い。ちょっと、お前話違うじゃん。ファーストでも、いいっすか。じゃあファースト、じゃあ自己紹介お願いします。村岡です。翔平さんのツーシームで昔キャッチャーやって親指えぐられたことあります。よろしくお願いします。お願いします。よし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 。あ、セカンドエール動ける。めっちゃ聞いとくだけ。動ける。大丈夫。1、2塁間結構カスカスだぞ。1、2塁間カス。じゃあお願いします。じゃあちょっと中島です。前浩平さんの後輩です。よろしくお願いします。お願いします。ナイスライン。カードになったリアです。よろしくお願いします。最近買ったグローブお願いします。ナイス。とあるやつ、はい、買いました。お願いします。今度お願いします。確実にそうですよ。ちょっとじゃあ大久保くん。こちらでやってます。大久保です。お願いします。お願いします。じゃあ、外野外野です。外野、あ、まあ残ってる、まだ余ってると思う。じゃあどうしましょう。遠投90の人、まあ4人の中で80の人、70の人。肩弱くないか。肩弱くないか。肩弱くない。遠投70、中継頑張ってる。60m 行くよな。今日大久保君外野のカバーめちゃくちゃ追わないといけないですよ、これ。そうです。60はないです。じゃあ、どこに守備。レフトで。じゃあレフト、じゃあレフト。はい、クリッチです。今日はヒロトさんのユニフォームで頑張ります。お願いします。使いづれー。ピー、ピー、はい。あ、ピー入れてください。はい、柏崎です。翔平 TV さんとは、中学校の同級生です。よろしくお願いします。呼ばれたことないから。岩島と言います。いや、岩島って言っちゃ顔ばらしたい。大丈夫だよ。岩島って言います。野球ものまねが得意です。本日は、昨今の、人数、肩により、向こうからローン移籍をしよう。ローン移籍だ、俺。はい。あれ、トレード、トレード、トレードで。そうっすね、トレードっすね。ピー。だから、クリちゃん来てる。それ言わないように努力したんですけど。よろしくお願いします。お願いします。だけです。年取って、てか動きにくいですけど、よろしくね。よろしくお願いします。はい。で、あとで、荒牧さんっていう方が来るんですけど、まあ、仕事の関係で6時半とか、6時から6時半ぐらいの間で来るので、よろしくお願いします。これ負けんな。えい、お願いします。お願いします。お願いします。始まってこう。はい、ということでこの試合は翔平図先行で始まります。先頭の田中くん、一番でピッチャー田中くんですが、これはセカンドゴロ。ちょっとこのね、しっかり外に行ってみたんですがダメでしたね。これはね、セカンドゴロでした。さあ2番は鹿島さん、これ打った、レフトへ抜けていく、ナイスバッティング。はい、これでね、初回からヒットで出塁となります。3番の村岡さん、これがセカンドを追いつくナイスプレーだが、ここがうまくいかずセカンドセーフ。これチャンスです。ナイスダッシュです。さあ4番の柏崎さん、打つことができるか、メダルの手に。ただこれインコース、スライダーからちょっと入ってきたかな、見逃し三振となってしまい、ツーアウトです。さあ移籍してきました、本日限り岩島ル。これがただ
ショートフライとなって、スリーアウトのチャンスを作るも先制できず、先発バッテリーは田中君と吉田君です。さあ、2ストライク追い込んで、いったみたドンと先頭から素晴らしいボールで三振を取ります。ナイスピッチ。はい、ただここ次のバッターはフォアボール。すごい変化球だったんですけどね、いい変化球だったんですが、さあ、お次のバッター、これもストレートのフォアボールとなって、2者連続フォアボールです。さあ、いきなり炎上気味となっておりますが、ただここは追い込んで高めのボールで3球三振。ナイスピッチ。釣り玉の要求だったんですけどね、ちょっと低くいって今は三振となっております。そしてこれも三振、連続三振で初回無失点です。初回はね、劇場型ピッチングでしたが、その後ナイスピッチングでした。いや、いいですね、思いっきり投げ込んできますね。さあ、先制したいですね。メダルを手に、翔平の1打席目どうなるか。なるべく早いからね、はい、先制したいところ。さあ、何を狙っている、カーブを、あー、よくバッター、サードゴロ。これはファーストはアウト、よく出ましたね。ほんま1秒早かったぞ、ね、はい、7番の宝崎さん、これがフラッと上がった打球、セカンドフライ、ツーアウトとなります。さあ、8番三浦さん、高めの変化球を、これがセンターを、大グローブ当たって抜けていく。さあ、どこまでいくか。はい、スタンディングダブル、ツーベース、ツーアウトからチャンスを作ります。ナイスバッティング。さあ、吉田君返すことができるか。これ思いっきり振っていったフルスイングだったんですが、ピッチャーフライ、今回もチャンス生かせずです。さあ、お次の回も田中君がマウンドへ上がります。これ外、ナイスボール、ストライクアウト。さあ、ただここヘッドボール当ててしまいます。ちょっと変化球抜けちゃいましたね。はい、お次のバッター、これがうまく合わされてライト前へ。この回もピンチとなってしまいます。さあ、お次バッター、これジャーソールキン、アウトコースビタビタで三振となります。ツーアウト。さあ、フルカウント、これ外からの変化球、この回もピンチを無失点に抑えております。ナイスピッチ。さあ、早く先制したいところ。はい、フルカウントからよく見た、クボスラナイス戦です。しっかり選んで先頭出塁。さあ、11番クリッチ、ここでエンドランをかけていく、これがセカンドゴロ、ランナー進塁です。引っ張りましたね、よく引っ張りましたね。はい、ワンアウトでチャンスとなります。さあ、荒牧さん、打つことができるか。これいい当たりだが、セカンド正面。ただね、この間にランナー進塁となります。はい、ツーアウトですね、ランナー三塁ですよ。はい、ルーレがバッターボックスに向かいますが、まあね、去年やりましたね、あのラガーズでマスクつけたまんま出ちゃっていうやつ、今年もやりました。はい、ちょっとね、時間食っちゃって申し訳ございませんと。さあ、打っていきたいところだが、ちょっとね、甘いボールだったんですけれどもね、真ん中付近に来た変化球だったんですが、これランナー三塁に置くも、はい、せずと、この回も無得点となっております。さあ、3イニング目に入ります。これピッチャーゴロとなって、ワンアウトをついて処理しております。さあ、お次のバッター、これもピッチャーゴロ、はい、ツーアウトです。いいテンポですね。はい、さあ、このままね、3人で切ることができるのか。ツーストライクから、これもサードゴロか、いや、ピッチャー取りに行く。はい、スリーアウト、全部ピッチャーゴロでした。さあ、先頭帰りますよ、田中君、これが一塁線を抜けていく、長打コース、ボールは点々とフェンスまで到達します。はい、スタンディングダブル、ナイスバッティングです。ノーアウトで先制のチャンス。さあ、鹿島さん、続くことができるか。
これがフラフラッと上がって落ちるか、ただショートフライとなってワンアウト。続く村子さん、この時にねナイススタート、そしてこれ悪送球の間に一気にホームまで帰ってくる。高走塁、相手のミスを誘い先制となります。ナイス自援号ベンチをねこうして全員で出迎えます。いやーよく走りましたね、ナイスランです。さあここからもう一回作ることができるか。ただこれがピッチャーゴロとなってしまい2アウト。さあね2アウトから柏崎さん出ることができるか。この辺変化球を打たされてサードゴロとなって、はい、スリアとなってしまいます。いい変化球ですよね。まあ、追加点とはいかずも先制に成功することができました。そしてこの回からマウンドにはサブマリン吉田君が上がります。はい、これセカンドゴロワンアウト。さあお次のバッター、はい、外のボール振らせて三振、ナイスピッチ。はい、2アウトです。ただここがフォアボールとなってしまいます。2アウトからねランナー失礼してしまいましたが、はい、これ落ち着いて処理します。無失点、ナイスピッチ。はい、ここでモノマネし岩島丸、これね両兵リクエストの中島拓也選手と言いました。そしてこれ中島拓也選手のような打球で、はい、内野に送球エラーを誘って一気に二塁へ。いいですね、渋いバッティングしますね。またまたノーアウトでチャンスとなります。さあ翔平追加点となることができるのか、打つことができるのか。はい、なんか1打席目も見ましたね、サードゴロとなってしまいますが、この間に岩島が一気に三塁へ。好走塁ですね。いや、ナイスランです。さあワンアウトランナー三塁、宝石さんいけるか。これ高めのねインハイのボールまず手出ちゃいましたね。いやでもあそこのボールはいいボールだと、はい、速いまっすぐだと手が出ちゃうので。さあ追い込まれてこれポチッと当てて、どうだどうだどうだ、ただファール。サードもよく寄ってきましたね、相手のサードも。さあ気を取り寄せて、これがちょっとねショートゴロですね。いけないですね、これじゃ本人は。ツーアウトになってしまいます。さあ1点欲しいところ、先ほどナイスバッティングの三浦さん、こう、はい、またバッテリーミスの間に岩島根がかけてホームイン。またまたね走塁から得点を奪いました。いや、ナイスランです。いいですね、やはりねノーアウトのチャンスもね得点につながりますね。さあここからもう一回作りたいところ、これ打たされてしまいショートがチャージしてきてファーストアウト。後続倒れちゃいましたが貴重な追加点を挙げることができました。さあ吉田さん2イニング目、これ難しい打球ですか。おー、ナイスキャッチ、田中君ナイスキャッチです。はい、ワンアウト。 いいプレーですね。さあお次のバッター、外のボールをピッチャーゴロ、そしてアンダースローで送球。めっちゃいいボール投げますね。はい、ツーアウト。さあね、3人で切りたいところ、より変化球を打たせてピッチャーフライ。今回はここまでです。次回後半戦になります。そして次回予告です。ついにあの男が久々のマウンドへ上がります。皆さんチャンネル登録して後続をお待ちください。よろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー、いけいけいけ、そう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 、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ来て野球やろうぜー。